ただいま2024年選手プロデュースメニュー第5弾を好評販売中です。スパーボードが保育園の院では、高校生の頃お母さんが作ってくれてハマっていたチャーシュー丼を再現。チャーシューを敷き詰めた丼に温泉卵が乗ったスタミナ満点の一品、床田選手プロデュース、昔から好きやねん、とこちゃんのチャーシュー温玉丼。甘口の出汁にごま油を入れ、トッピングの牛肉で旨味がたっぷり、お好みでラー油も入れられる本人大絶賛の一杯で、強敵カープーガンに挑む。相澤選手プロデュース、ごま油に決めて、甘め出汁と牛肉の旨味、アツの文明肉そば。大好きなタルトと真っ赤なイチゴを組み合わせた新スイーツが誕生。たっぷりのイチゴをひんやりソフトと味わえる一品、初木選手プロデュース、初木の赤い情熱、いちごたっぷりタルト&バニラソフト。本コース三連覇は匠の玉虫では、自宅でもよく飲む梅サワーをプロデュース。トッピングに塩をまぶしたレモンを入れて、よりさっぱりとした味わいで暑い時期にぴったりの一杯。上本選手プロデュース、ポイントは塩レモン。男たかしの一生飲めちゃう梅サワー。本コース三連覇はファンシーミールでは、赤色に作ったエッグワッフルにクッキーバニラソフトを乗せ、ココアビスケットとイチゴをトッピング。味も見た目も締めに嬉しい一品、栗林選手プロデュース、締めスイーツはこれで、栗林のクッキーバニラインエッグワッフル。コンコース一塁側はワンダフルスイング、2階席後方正面止まり方は、大好きなコーラにレモン果肉、輪切りレモンを加えたすっきり爽快な一品。森浦選手プロデュース、シュワシュワ爽快、森浦のダブルレモンですっきりコーラカクテルを好評販売中です。選手が自信を持って皆様におすすめする選手プロデュースメニューを、この機会にぜひお召し上がりいただき、熱い応援をお願いいたします。